Welcome to Yohei's Easy Japanese Vlog. Subscribe and let's start studying Japanese. Previously in my vlog, I visited one of the most beautiful bridges in Japan. For those who watched the last vlog, here's a list of the words from that video. You can pause the video and see how many words you remember. 今日は山口県の名物、フグの料理を紹介していきます。山口県の名物の一つのフグは毒があるので、捌くのに免許が必要な魚。刺身の料金は高いですが、めっちゃ美味しいです。まずは、水戸サービスエリアにて、フグの唐揚げを。水戸サービスエリアに着きました。サービスエリアによって、そこの郷土料理やお土産が売ってあります。なので、お土産を買い忘れた時にはサービスエリアで買いましょう。サービスエリアには軽食やレストランもあるので、お腹が空いたらサービスエリアでご飯を食べましょう。すごくない？これ一匹いいよ。すごくない？フグの唐揚げって。そのままじゃん。そう、フグの唐揚げ、多分丸揚げです。食べます。いただきます。何これ？まるまる一匹揚げてあって美味しかったです。うまっ。美味しい。衣に味がついてて美味しいです。骨付きで骨まで食べれます。めっちゃでかい骨入ってるわ。骨には気をつけてね。どうやか次は下関のお店でお皿いっぱいのフグの刺身を。これがフグの刺身です。いや、2、3枚がいいです。3、4枚3、4枚3枚やって取って、で、これとネギも巻いて入れて、その、この皮も入れて、これ、うん、もっと入れていい。これ何、皮？皮、皮で、それ巻く。で、巻いて、で、つけるため巻いて、つけて、うん、うまい。ポン酢の味が効いて美味しい。めっちゃ美味しくておすすめです。今日の動画はここまで。